4として開発が開始された、フランクハルフォードが設計した最後のターボジェットエンジンである。開発中であったものも含め、当時としては最大の出力を有するエンジンであり、水力は2万 LBF、アフターバーナー使用時には2万 7000LBF であった。実施にはエンジンは巨大に過ぎ、結果として採用されなかった。後に、 サイズを45%に縮小したデハビランドジャイロンジュニアが製造され、こちらは多少の成功を収めた。ジャイロンは、ハルフォードにとって、それまで経験を積んできたデハビランドゴブリンや、デハビランドゴースト等の延伸式、ターボジェットエンジンにとって変わる、最初の軸流式エンジンであった。ジャイロンはまた、超音速航空機専用に設計された。 最初のエンジンの一つでもあった。最初の試運転は1953年9月に実施された。飛行試験はショートスペリン試験機を使用して1955年から行われた。スペリンはロールスロイスエーボンターボジェットエンジンを2機てに重ねて両翼にそれぞれ装備していたが、下側のエンジンをより大きいジャイロンに換装した。 飛行中の水力は 18000LBF であった。1955年 G1 が公式に水力 15000LBF とされた。アフターバーナー使用時の水力は 2000LBF 20, で、後の G2 では 25000LBF に増加した。ジャイロンはいくつかの計画で使用が検討されたが、最も有名なのは、ホーカーハンターからの置き換えが予定されていた。 ホーカーピー1121超音速戦闘機である。しかしながら、この計画は中止されてしまった。他の用途としては、運用要求 F155 で計画された機体があったが、この計画も1957年防衛白書によってキャンセルされてしまった。結局、イギリス政府はジャイロン計画自体を1957年3月に中止したが、 それまでに用した費用は340万ポンドであった。ジャイロンは現在、ロンドンのサイエンスミュージアムに保管されており、またデハビランド航空博物館に展示されている。一般的特性構成要素性能。ありがとうございます。